ようこそアメージングジャパンへ。パーソナリティのさきです。今回お届けするテーマはこちら、外国人そりゃ高いわけだ。日本デジタルカメラの驚異的な耐久性に外国人が大爆笑。俺は一生キャノン製品を買い続けることになりそうだ。近年ではスマートフォンの普及やそのカメラ性能の向上によってデジタルカメラを持ち歩く人も少なくなりました。何気ない日常だけでなく、旅行や式典などでも活躍できるスマートフォンのカメラ機能ですが、デジタルカメラが淘汰されたと結論付けるにはまだまだ早いよう。今回は日本のデジタルカメラの驚くべき性能とその評価について迫っていきます。それでは早速行ってみましょう。皆さんは写真や動画を撮るとき何で撮影していますか？近年だとスマートフォンで撮影する人がとても多いことでしょう。スマートフォンの市場が増え、そのカメラ機能も優秀なものであると認識されてきている一方、海外ではまだまだデジタルカメラの人気に勢いがあるようです。中でも中国は群を抜いてデジタルカメラの需要が増えてきています。カメラ需要の増えた中国ですが、中国の有名なカメラメーカーと聞かれてもパッと思いつかない人も少なくないことでしょう。それもそのはず、中国で売れているのは日本のデジカメ、あるいはコダックやサムスンなどの外国製品なのです。中国のメーカーもカメラ需要に合わせて続々とデジタルカメラを販売していますが、シェアは高くない模様。デザインは日本のメーカーと似たもので、いわゆるカメラらしいものとなっていますが、売り上げ低迷の決め手はやはりその性能の差にありました。中国のデジタルカメラは画質が日本のものよりもかなり劣っているものが多いです。日本のレンズや画像処理のプログラムなど、正確で美しい画像を作り出すための技術は長年培われてきたノウハウであるため、まだまだ真似することは難しいよう。日本のカメラメーカーの開発者は中国のデジタルカメラを分析しましたが、その性能はまだまだ脅威ではないと考えているんだとか。そう断定させた理由ですが、分析結果によって判明した画質が今一つであることや、解像感が低くノイズも多く見られることでした。さらには発色が不自然になるケースも少なくなかったことから、中国製のカメラの性能によって日本のカメラ市場が脅かされることはないと感じるそうです。これらの画質などの基本的なカメラとしての性能以外にも、中国のカメラが不満を感じさせるポイントが、それは操作性の悪さにあります。カメラ上部のモードダイヤルが小さいため非常に回しにくく、そのことにストレスを感じる人も少なくないようです。日本のカメラと同じようにダイヤル自体は実装されていて、見た目もそれなりにいいものが多いのですが、ダイヤルの回転が緩く、持ち運び中に不用意に電源が入ってしまうこともしばしばあるのだとか。さらには操作中に意図せずモードが切り替わってしまうミスが頻発してしまうようで、普通に撮影するにも支障をきたしてしまうほどのものまであります。これらのダイヤルに比べたら、ズームボタンや十字ボタンなどダイヤル以外のボタンについては幾分がマシなようですが、操作性が乏しい機種もそれなりに販売されています。日本のデジカメであれば、メニュー画面を開いた状態でもシャッターを切ればメニュー画面が自動的に閉じられ、問題なく撮影できるものがほとんどとなっています。そのため直感的に使用することができますが、中国製のカメラはそうはいきません。中国製のカメラはメニューをオフにするために、もう一度メニューボタンを押す必要がある機種が主流で、実際に使用した人にとってはそのひと手間が想像以上にへきへきとするものであるそうです。性能面でも問題が多く見られますが、中国のカメラは初期不良のものも多く、最初は正常に動作していてもすぐ壊れてしまうものもあり、耐久性に問題があると指摘されています。一方で日本の大手カメラメーカーであるキヤノンでは、非常に高水準な耐久テストを満たしたカメラが販売されています。その耐久テストは想像以上に凄まじいもので、
この耐久テストに日本製のカメラが長く愛されている理由が詰まっていると考えても過言ではないでしょう。トラックで引いてみたり、車椅子に乗せたカメラを階段から落とすなど、近年の耐久テストで多く行われている項目を満たしています。これだけでもとても素晴らしいことですが、天下のキャノン製品なので、まだそんなに不思議なことではありません。注目すべきはここから。この条件よりもさらに過酷な耐久テストが行われていたというのです。それはカメラをオーブンで加熱したり、炎の中に投げ入れ燃やすといったこと。温度変化に弱い電化製品は衝撃には耐えられたとしても、さすがにこれではカメラとしての機能を果たせないと誰もが思うでしょう。しかし、驚くことに過酷なこの耐久テストをもってしても、カメラからその機能を奪うことはできませんでした。さらにはカメラを氷漬けにしたり、その氷を溶かして水没させたりと、まさにやりたい放題なテストも見事に耐え抜くことに。これほど厳しいテストを行っても、まだカメラとしての機能を果たせるなんて、いくら日本のカメラ市場のトップメーカーだからといっても、恐ろしいことですね。この日本のカメラの凄まじい耐久テストは当然話題に上がり、海外から様々なコメントが寄せられていました。素晴らしい耐久性だよね。俺がキャノン 7D を選んだのはまさにそれが理由なんだ。基本、日本人が作った製品の頑丈さって異常なレベルだよな。これはちょっと尋常じゃないね。この動画を見るまでキャノン製品は素晴らしい性能だから壊れやすくてデリケートだと思ってたんだ。キャノンにとって素晴らしい宣伝になったね。冗談抜きで、あの耐久性はちょっと普通じゃないよな。そりゃ壊れて当たり前。ちょっと待て、全部動くのか。ははもう笑うしかないよ。凍らされても問題なかったことに一番驚いた。凍っちゃうと普通センサーが壊れるはずなのに、あれでもまだ動くなんて正直信じられない。フェイクだって言うなら納得だけど、など異常なまでの耐久性を信じられないと驚く反応や、日本のカメラの性能を高く評価する声が多く散見されました。あらゆる機能を実装するだけでなく、長期的な視点から見て考え抜かれて発明された日本のカメラに中国が追いつくのはまだまだ先の話になりそうですね。日本のカメラはその性能と驚くべき耐久性から海外でも高い評価を誇ります。世界的に見ても日本のデジタルカメラがシェアを占める割合は圧倒的なもので、多くの日本人はその世界シェアのトップランキングを見て驚くことになります。実際に2020年の日経新聞による主要商品サービスシェア調査で、デジタルカメラとセンサーの世界シェアトップ5が掲載されていましたのでご紹介します。1位、キャノン 47.9%。 2位、ソニー 22.1%。 3位、ニコン 13.7%。 4位、富士フィルムホールディングス 5.6%。 5位、パナソニック 4.4% となっています。いかがでしょうか。なんとトップ5のすべてが私たちが知っている企業であり、しかも日本の企業なのです。こうして見るとキャノン、ソニー、ニコンの3社だけでデジタルカメラの世界市場の8割を占めていることがわかります。スマートフォンの普及によってカメラ需要は減り続けていると言われていますが、本格的なデジタルカメラにはまだまだ根強い需要があるようです。カメラ市場において日本メーカーの優位性は相当なものとなっています。今後もさまざまな国で日本の素晴らしいデジタルカメラが使用されていくことでしょう。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。
ー。